アルトゥール・モレ・ラリマは、ブラジル出身のピアニスト。リオデジャネイロの生まれ。6歳でピアノを始め、9歳で、モーツァルトのピアノ競奏曲第9番を、ブラジル交響楽団と演奏するほどの腕前になった。その後、地元リオデジャネイロでルチア・ブランコ、パリでマルグリット・ローン、モスクワでルドルフ・ケレルの各紙にピアノを支持。 1965年のショパン国際ピアノコンクールで2位入賞。1969年のリーズ国際ピアノコンクールとチャイコフスキー国際コンクールのそれぞれで3位入賞を果たした。2003年から音楽に触れることの少ない壁地の人たちを対象に即席の演奏会場にできるトラックにピアノを積んで演奏に出かける活動を重点的に行う。イービアグラフィアズ。 アーサー・モレー・ラ・リマ。いビアグラフィアズ。2015年9月5日閲覧。アーサー・モレー・ラ・リマプレパラ A500A プレゼンタサオ・ドゥ・プロジェトゥー。うんぴやのなストラーガ。ティバイアター SE。2015年9月5日閲覧。ありがとうございます。